エッグを割れ。エッグを割るんだ。エッグ？ワンダーエッグさん。俺のこと？早く割るんだ。でも、これ硬くて割れないよ。早く割れ！割れ！割るんだ！うるさい！うまいじゃないか。なければなんちゅうことないわけでしょ。私は教われないんだし。あよ、自殺した。私たち大ファンだから。大至急ユウユウを追っかけて死んだの。そんな軽い？簡単でも軽くもない。熱狂的なファンって要するにそういうこと。とりあえずこの子たちを日が沈むまで守れば OK ね。私ミワです。ミワちゃんね。僕は桃。桃？まあ、なんとでも。じゃあ、桃太郎さん？じゃあ、それで。私、痴漢にあったんです。桃太郎さん。僕の本当の名前は桃江。沢木桃江。本当に女の子なんですね。騙すつもりはなかったんだけど。私ってよりは僕って感じじゃない？関係ないです。え？あなたが女の子でも私好きになっちゃいました。愛してる。消えたくない。ずっと一緒にいたい。すごいすごい。でもどぎもって何？しばらくご飯がまずくなりそう。ありがとう。別にあなたのためじゃない。ギブ&ギブなんて気持ち悪いから。そうだね。でも嬉しかった、誰かに守られるのって。そういうもの？ねえ、あなたトリートメントしてる？ちょっと髪が傷んでるようだけど。勝手に触れないで。束縛は嫌。私の自由にさせて。まあいいわ。ねえ、私の髪綺麗でしょ？枝毛一本だってない。今が一番綺麗なの。若さって何者にも変えられない。興味ない。聞いてくれないの？なぜ私が死んだかって。私は目的を果たすだけ。下がって。Yeah!
少女から大人になる。サナギが蝶に羽化する奇跡の美しさ。束の間よ。その儚さから力強さに移る脅威の美の瞬間は。アンチはどうにかなりそうだね。どうしたの？八重ちゃんはどうして自殺なんか。見えるの？見える？死んだ人とか強い怨念が。シックスセンスってやつ？ほら、そうやってみんな信じてくれない。とてつもなく怖いものが私にだけは見えるの。ごめん、私にはわからない。いいの、友達も気味悪がっていなくなった。親も先生も信じてくれない。それどころか頭がおかしいって病院に入れられて。でも本当に怖かったのはそれからだった。え？その病院にはそれこそたくさんの人の怨念が溢れてて、幽霊が見えるなんかよりずっとその人たちの声や恐ろしい顔が頭に一日中流れ込んできて。落ち着いて。いい、私はどっかから来るボスに備えるから。もういる。え？悩み事はなくなるのよ。全部こいつは何なんだ。先生よ、私たちをコスモの真理につなげてくださるの。すべてを私に委ねなさい。さすれば救われる。何言ってんだこの親父。おらひょうは、とんだ見かけ倒し。なんてことするの。先生に向かって。先生？愛と宇宙とスピリチュアルよ。はあ、この子すごいね。ピンキーよ。コーンスネークの一種。さあ、久しぶりだね、ネイル。ことぶき。アダムは元気？ええ、あなたも元気そうね。まあね、退屈はしていない。でもよかった、あなたにさよならを言う機会がもらえて。神様に感謝しないと。神の子じゃないでしょ、私たちは。神を信じられない科学者は無能よ。私は根っからの科学者じゃない、知ってるくせに。もちろん、ただの意地悪さ。私を守るんでしょ？それとも私に守ってほしい？あら、いいわね、素敵な武器。大いに楽しみましょう。僕、栗田薫。僕？ああ、いや、私っていうのがなんか恥ずかしくて。大丈夫だよ、あなたは私って感じだから。それともギャップ萌え狙い？君の名前は？沢木桃太郎。まあ、なんとでも。桃？桃子？桃江？桃子ちゃん。桃江。僕、君みたいな背の高いクール美形がドストライク。ああ、そう、わかった。君はそれでもいいって方ね。はるかと一緒だ。はるか？女子だけど僕を愛してるって。エルってこと？違う違う。違うの？僕、心は男子なんだよ。え？レオン君！今は迷うな。エッグを割るんだ。それが最優先、プライオリティだ。